選手おめでとうございます。ありがとうございます。この歴史的な記録を達成し、そしてゲームを終えた今のお気持ちいかがでしょう。まあ、まさかこの数字に到達できるとは、プロに入った頃思ってなかったんで、まあ、そういう意味では、まあ、よくここまで来れたかなとは思っています。まあ、今年はやや出遅れて残り15本というところから一気にペースアップ、そして昨日2本打って、あと今日2本というところまで来てのゲームになりました。たくさんゲームに出てたくさんヒットを打っている和田さんですが、今日のゲーム打席っていうのは今までと違ったものはありました？思ったよりはそういう感情もなく、まあ、いつも通りの、ゲームみたいな感じで入ることができました。その通り、もう1打席目からタイムリーヒット、そして2打席目もあっさりと2000本安打達成となりました。打った瞬間のお気持ち、そしてベースを駆け抜けた時はどんなお気持ちだったんでしょう？まあ、ようやくというか、怪我をしてちょっと出遅れてたんで、まあ、そういう意味では、まあ、ようやくたどり着いたなという気持ちでありました。ベースでは谷繁監督、そして宇内選手、2000本安打の先人たちが花束を持って駆けつけてくれましたけれども。そうですね、まあ、そういう意味ではようやくそういうところの、仲間入りというか、することができたんだという実感が、起きました。振り返りますと、もう去年達成してもおかしくないところでありながら怪我などもありまして、本人どういうお気持ちだったんですか今日までは？まあ、そうですね、自分自身で怪我というかそういうものもありましたし、自分では体が強いつもりではいたんですけども、そういう意味でこうちょっと、ボロが出てきたのかなっていう、まあ、そこのあたりの葛藤というのはすごくあったんですけども、なんとか今年もう少し、乗り切ってやっていきたいなと思っています。和田さんは43歳も目前で、今回の2000本安打は史上最年長42歳11ヶ月での記録となりました。谷繁監督を抜いてというところにもなりますが、このあたりはいかがでしょう？まあ、そんなに喜ばしいことじゃないかなと思うんですけどね。まあ、ただ、自分のペースというか、自分なりにこう精一杯やってきたものが、この年まで、来れたのかなと思ってます。そこを支える、やはり家族の皆さんの支えなどもあったと思います。そのあたりは？そうですね、もちろん家族の支えもありましたし、両親、それからまた球団関係、まあ、いろんな方が僕が野球するにあたって携わってもらったんで、そういう意味では少しでも、頑張ってる姿っていうのは、見せられてよかったかなと思ってます。今日は、まあ、千葉 QVC マリンフィールドというところでありながらも、一塁側のマリンズファン、そして三塁側ライトレッドスタンドドラゴンズファン、たくさんの応援がありました。では最後に2000本安打の達成の報告と、そして今シーズンのまだまだあります抱負をお願いします。そうですね、本当に、自分としては今日、区切りの数字は終わりましたので、また明日から、仙台で試合があるので、とにかく勝つことを目標に、頑張っていきたいと思います。おめでとうございました。見事2000本安打達成、和田選手でした。